どん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 パフォーマンスとして上がってきていると思います。両クラブの選手たちが立つっていうことが上手にできるので、はい、はっきり疲れる場所じゃないんで、宮代から大迫のシュートだー。先制点は神戸、エースが決めました。セッターとの連続性ですよね。大迫選手が3人目に結果的になっているので、このパスを宮代選手がね入ったことで、もうあとはシュートはもう本当。大木原右足、大迫、うん、競り勝つ。さあ菅野と1対1シュート、うん、枠は外れます。札幌選手も後ろに多くなりますね。そうですね。ワンツーで宮代抜け出していく。高尾がつきます。いいプレーを見せてシュート。宮代2試合ぶりのゴールを決めました。ホームでの領域点、その分シュートコースが開けますよね。まずはもうここのかわしですね。でも見てしっかりコース狙って転がしてるんで、キーパーとしてはちょっと厳しいですよね。このプレーでかわして、そうですね、もうしっかり置き直してるんで、アウトでもう一度。宮代スルーパスはカットで、こぼれたところ武藤、武藤かわしてシュート。大迫、武藤、宮代の揃い踏み、3対0。いや、荻原選手のアプローチ、やはりここで1対1でスペースがあることを認識してるんで余裕ありますよね。あ、なるほど、来てるのもね気づいてますし、はい、もう威力ではないですよ。運んでから鈴木武蔵へのボール、カットした山川、そして中に出して大迫、ワンタッチスルーパス武藤シュート、菅野なんとか札幌。さあ抜けてきたボール、ねじ込みました。最後宮代です。今日2ゴール目、今日2度目の領域展開。まああとはちょっと確認が入ってるんで、はい、ハンドかどうかですね。まあ宮代選手がこれが、あ、違う、胸コントロールからの、はい、宮代に出ます。胸コントロールから前を向く宮代から、いいの、いいの、いいの、シュート、菅野います。ヘッド、山川が決めました。今駒井選手ですかね、最終的にはサイズの差でちょっと、はい、もうちょっとのところだと思うんですけどね、最後頭がやっぱ出てくるんですよね。高さのミスマッチで競り勝った山川。そうですね、86センチと。そうですね、長谷川中に入ってきている、うん、あっとここはオンゴールか。クリアに行ったボールがオンゴールになっています。っていうのが、はい、触らないといけないになってると思うんで、スピード感のある攻撃がこのオンゴールを誘っています。この長谷川のクロス、もう今も触らなかった。カットした菊池、山内、山内前を向いてシュートだー、菅野ファーサイド、菊池のヘッド折り返してねじ込んだ、武藤だー。まあ、狙いはねもうあそこも出ましたからね、はい、選手とね。フリーですし、最後打つ時ももう剥がれてますからね、マーク。なるほど。さあ菊池流子の最後回帰祝いのようなゴールもありました。ここでファイナルホイッスルです。ヴィッセル神戸6対1、見事な勝利を収めています。